漫画でっきょんな。どもども、中年ゲーマーよろさんです。さてさて、本日3月15日水曜日、お知らせ確認雑談動画のお時間でございます。制圧戦も一段落しまして明日からメインリアム編大決戦最大4弾が開催。てっきりこれで本当のクライマックス、メインリアム編大13話公開記念、とかで来るかと思ってましたが、そのままの流れで第4弾でした。先走ってガチャ総まとめ動画作っちゃいましたよ。サルマタ失敬。まあそちらに関しましては明日アップする予定のざっくり性能チェックと、合わせて見ていただければということでどうぞよろしくお願いします。てなわけで明日16日のお昼から始まりますメインリアム編大決戦最大4弾。はてさていかがなもんでございましょ？今回もしっかりバッチリ雑談を交えながらチェックしていきますので、お知らせ読むのめんどくせいという方はぜひ聞き流していただければこれ幸いでございます。それでは長話もなんですのでそろそろ参りましょう。メインリアム編大決戦最大4弾、お知らせ確認雑談動画、行くぞー。というわけで、まずはみんな大好きログボのお話。メインリアム編大決戦最大4弾ログインボーナス開催ということで、期間中最大3日間ログインで3000ジュエル、ついでにプラチケとスタ在所をそれぞれ70ずつプレゼント。開催期間は4月1日の4時まで。今回もがっつりとジュエルをばらまいてくれるみたいですな。ほんと執念並みに豪華なログボで大変嬉しゅうございます。そしてログインボーナスのお話その2、メインリアム編大決戦祭、ご神獣スタイル登場記念ログインボーナス開催ということで、期間中1日ログインでアビリティ付きの SS 体術武器の白髪の爪をプレゼント。開催期間は4月2日4時まで、人型ラゼムが体験スタイルだったので、体験じゃないだろうなとは思っていましたが、まさかの護身銃二つ目の体術武器でございますか。うまみじじいの時も思いましたが武器ででっかい斧みたいなの持ってたのに体術なんですな。一体あの手に持ってたもんは何だったんですかねー。まあただでもらえるわけですし、しゃあないっちゃしゃあないですが、できれば別の武器種が良かったなぁというのが本音ではございます。というわけで続きましてガチャのお話。メインリアム編大決戦祭、ロマンシングフェス、護身銃、ラゼム編開催。ということで、こちらのガチャで実装されるスタイルは、護身銃ラゼム、そしてラゼムとの戦いの前にシングラで登場していたドゥーン。でもう一体は誰だろうと思ってたらまさかのステスロス。まあ確かにステスロスも登場してましたな。シングラがあったかどうかは全く覚えてないですが、ちょっと変わった感じの親子共演でございますかね。ラゼムは制圧戦の追加報酬に続いて2体目の SS スタイル。ドゥーンは今回で3体目の SS スタイル。メインリアム編第8話公開記念以来約7ヶ月ぶりの新スタイル。ステスロスも今回で3体目の SS スタイル。こちらもメインリアム編第8話公開記念以来約7ヶ月ぶりの新スタイルですな。で、気になる新スタイルはこんな感じ。ラゼムは光術適性持ちの体術スタイル。ドゥーンは今まで同様剣スタイル。ステスロスも今まで同様銃スタイルとして登場です。まあ配布武器で分かってましたがラゼムはやっぱり体術で登場。ドゥーンとステスロスもこれまでと変わらず同じ武器種で登場ですな。まさかの GB サガスタイル2体登場で GB サガ大好きおじさんの私は大歓喜でございますが、今回のイベントで GB サガスタイルかなり実装されてますな。GB サガ大好きおじさんのお財布を狙い撃ちしに来た感じですかね。私的にまたまたスルーできないガチャがやってまいりましたわ。果たして次回実装の新スタイルはいかがなもんでございましょ？また新スタイルが実装されましたらざっくり性能チェックをやっていきたいと思います。というのがガチャ関係のお話。続きましてメインクエスト公開のお話。の前にまたまたログインボーナスのお話。技、術ランクアップ促進剤追加記念ログインボーナス開催。ということで明日の12時より、生放送でも言われていた技、術のランクアップ促進剤が登場。期間中最大3日間ログインでランクアップ促進剤15個プレゼント。開催期間は3月26日4時まで、賞味期限は4月15日4時まで。こういうアイテムがもらえるのは大変ありがたいんですが、私、エリクサー症候群なもんで、期限内にしっかり使い切ることができるかどうか、これがわからない。
ケチケチしないでガンガン使っていくように心がけていきたいと思います。で、ようやくメインクエスト公開のお話。明日の12時よりメインリアム編第13話、生まれし者たちが公開、なんですが、13話のクエストはストーリーを見るためのものといった感じで、育成目安は低めに設定されているとのことでございます。報酬も初回クリア報酬のみで自動再生機能も利用できないとのこと。いつものようにメインクエストを周回していくという感じではないみたいですな。続きまして期間限定イベントのお話。期間限定イベント、大決戦祭、超鍛錬道場開催。どうやら次回はこちらをひたすら周回してくださいねといった感じのようです。HP2730 目安の育成におすすめとのこと。制圧戦より育成上限が6段階アップした感じでございますな。そして今回は技や術のランクアップが発生しやすいイベントとのこと。交換所ではジュエルやランクアップ促進剤、商談の免状などを入手可能。報酬にジュエルがあるのは嬉しいですな。そして今回のイベントでは交換所にて前回のメイン更新時に実装された5種類の陣形が早速復刻とのことです。まさかこんなに早く復刻されるとは思ってませんでしたが、これは大変ありがたいですな。前回入手できてないという方は今度こそ忘れずにゲットしておきましょう。そして期間限定イベントと遺跡潜り全種で、期間限定錬成装備の天候シリーズの素材もドロップ。神錬成武器ゲット目指してがっつり周回して参りましょう。素材ドロップ期間は4月1日4時まで。続きまして育成応援キャンペーンのお話。制圧戦とメイン前話で護身銃のスタイルは育成5倍、技ランクアップ2倍の育成ボーナス対象、アビリティ付与期間は3月25日4時まで、今回経験値5倍はないみたいですな。制圧戦でがっつり稼いでるでしょうし、もう必要ないっしょってことですかね。そして新ガチャのピックアップスタイルにメイト、メインリアム編大決戦祭で実装されたガチャのピックアップスタイルは、HP 4倍、ステ3倍、技ランク2倍の育成ボーナス対象。こちらもアビリティ付与期間は3月25日4時まで。で、それ以外のキャラはいつもの育成3倍となっております。こちらもアビリティ付与期間は3月25日4時まで。そして成績の洞窟発掘キャンペーンも開催。こちらの開催期間も3月25日4時までとなってますので。まだ必要な成績が十分集まってないという方はしっかり集めておきましょう。装備メダル交換所に SS 装備品などのラインナップ追加のお話。明日の16日12時より、4周年で実装された SS 装備がラインナップに追加。あとはコンサートホールに新しい曲が追加。追加される曲はシンナルメメシートのレイドバトルの曲ですな。そしてついでに音符メダル3枚をプレゼント。そしてローディングイラストが3月24日12時まで変更とのこと。ということは3月24日12時で今回の大決戦祭も終了ってことでしょうな。時期的に考えますと次はサガフロ2の発売日記念イベントですかね。で、17日からツバイクで報酬云々が2倍のやつ。そして最後に3月22日にメインリアム編第14話、再生の絆が公開。こちらも明日公開の13話と同じくストーリー視聴がメインとのことみたいです。いわゆるエピローグ的な感じになるんでしょうな。というのが今回のお知らせ確認雑談動画でございました。いよいよリアム編もこれにて終了でございますな。なんだかんだ途中盛り上がりがなかったとかなんとか言ってましたが、いざこれで終わるんだと思うとなんだか寂しくなってきますな。リアムくんが主人公の期間、もうちょっと長くてもよかったんですけどね。あとはせっかくリアム編の最後のイベントなわけですから、最後に高難度クエストとして護身銃と飯を出していただきたかったなぁというのが私の意見でございます。とまあ最後になんやかんやのたまってまいりましたが、メインリアム編ラストのイベント、楽しんでまいりましょう。以上、お知らせ確認雑談動画のコーナーでございました。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。では。